というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。これはどうなるのかっていう感じではあるんですけども、うん、この動画自体、まあ、最近いろいろさ、雑誌見ててもそうだし、はい、まあ、ああいう広告とかもそうなんだけど、マッチングアプリってやたら多くなってない？まあもうなんか 4,5 種類ぐらいあるじゃないですか、うん、マッチングアプリって何をすんの？いやもうだからもう今どうか知らないけど、普通に彼氏彼女見つけたりとか、まあそういうことですよね。まあ飲み友だったりもするけど、うん、なんか言い方は綺麗だよね、マッチングアプリ。でもまた別の言い方で出会い系っていうのもあるじゃないですか。ああ、まあそうですね。これはこれでちょっとまたジャンル違いなところあるでしょ。なんか若干違うイメージはありますね。ね、はい、なんかいろいろお金かかるんだろうな。ああ、あと詐欺があるんだろうなとか、ああいうのありましたね。なんか使用詐欺みたいな、うん、全くやってもいないのに架空請求されたりとかまあそういうのもこういうところから発生してます。はいはいはい。翼君は利用したことはあるんですか？ありますよ、はい、マッチングアプリ。マッチングアプリあります。何その彼女を探そうとしたの？なんかみんなやるんですよね。うん、うん、大体自分の写真とか載っけたりして、あ、そう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 、まあフィーリング合うような人って、まあそれは最新のやり方だよね。最新、はあ、まあ出会い系っていうのは基本的にもうさ、やりもくですから。やりもく基本的にはもう掲示板に書いて、誰かが釣ってきたので、おいくらですかぐらいな感じになって成立したりするわけです。なるほどね。でもそれってさ、まあスマホありきというか、うん、まあ、携帯ありきでしょ。まあ我々が若い頃、携帯なんてないんですよ。まあそうですよね。でも昔も同じようなことはあったんです。うんうん。どんな感じだったかわかります？どんな感じ？昔も出会い系って言葉は、まあある程度フラはできてきましたけど、まあ根本そういう呼び方ではなかったんですね。つまさく、まあもう今だいぶ化石になってるけど、うん、テレクラって知ってます？ああ、これはね、まあふんわりと知ってる。うん、はい、歌舞伎町では有名なリンリンハウスというのがありました。それは知らんけどね。1時間800円1時間800円っていうもうコールがもう歌舞伎町に行けば絶対聞こえてきた。みんな知ってんじゃん。じゃあね、もういっぱい、もう何店舗もあったんですよ、歌舞伎町の中だけで。そんなに？でこれまあ本当にレトロな話なんだけど、うん、まあ出会い系なんですよ。だまあテレクラっていうのがね、どうですか？テレフォンクラブ。はい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 。どうやって人と会うか分かりますか？まあ、テレクラなんだから、その電話でってことじゃないの？そう。じゃあどういう感じ？まあ、簡単に言うとそういうテーブルみたいに座ってるわけですよ。ああ、そこの前に電話機があるんですね。電話機が、まあいいや、電話、はい。はい。これが、鳴った瞬間に撮るんです。鳴った瞬間に撮る？はい。ほう。そうすると、ここにかけてきた女の子と会話がつ、通話がつながる。はい、はい。女の子は大概、電話ボックスです。携帯がない時代です。もう一回言いますけどね。電話ボックス？電話ボックスからかけるんですよ。公衆電話ってこと？公衆電話です。へぇー。電話ボックスすんだ、あれを。あ、そうなの？公衆電話そう。あ、まあ確かにボックスか。あそこら中に、まあもうベタ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 テレクラの番号が貼ってあるんですよ。はぁー。フリーダイヤルなんです、女子は。あ、そう？そう。はぁー、昔もそうなんだね。ね。で、かけます。うんうん、繋がった間と喋って、うん、あの、今どこどこにいるんですけど、まあもちろんだけど、例えば、歌舞伎町のリンリンハウスだったら、もう歌舞伎町のどっかからかけてるわけですよ。まっすぐ会えるとこね。ほんで、待ち合わせ場所を決めて、行って、会って、交渉が始まると。あ、じゃあもうその、最初から写真側とかプロフィール側ってないんだ。何にもないです。だからもう、顔もわからないで行くわけです。すごいね。はい。ですが、大人気、このテレクラ。うん。まあ、例えば10席あったとしたら、常に10席埋まってるんです。ああ、人気だね。はい、じゃあ女の子が電話をかけます。うん、全部一斉になります。全部一斉に？ 10 人いたら10人の電話が一斉になるんですよ。一人じゃん。誰どうすんの？早い者勝ちです。早い者勝ち？早い者勝ち。そう。なんかボケーっとしてたらもう間に合いませんよ。あ、なったーなんつってたらもう誰かに取られちゃう。ワンコールないです、取るの。プルプルぐらい。そう。もう、プルッ。で、それ反射神経ってさ。これには必殺技があります。何それ？つばさくん、まあ今まあもちろんだけど、普通の家電というものを知ってますね。まあ僕はまだわかりますよ。受話器が置いてある。うん、カチャンなって。受話器を外すと、まあ、ブーって聞こえますよね。ますよね。何があります？この、結局、ボタンがあるじゃん、うん、なんかここにね、ありますあります。これを、車の運転で言うと、半クラです。半クラ、クラッチは半分繋、ね、がらないギリギリまで持ち上げとくんです。あ、こういうこと？そう。ふわーっと。半クラですよ。そうか。これ上げすぎたらプーって言っちゃうから。そう。この、ここね。で、なった瞬間にもう外す。ペッってことか。こうやってやってたわけです。そうか、こうよりもこうね。うん、あー、技術があるね。なんなら、まあ、西武新宿駅とかあるでしょ。あ、はい、あります。あの向かい側に、まあ、今だいっぱい居酒屋だな、なんだろう。うん、なんかありますね。上の窓越しに、新宿、西武新宿駅が見えて、うん、公衆電話がずらーって並んでるとこあった。そう。そういう見えるところもあった。
あの人じゃねえぐらい。なるほどね。じゃあこういう状態ってこと？まあそんなことも、まあたまにはね、たまにはだけどね、どっからかけてるかわかんないから。なるほどね。でも私今どこにいるんですって言うと、あれ、あれかな。そうかそうか、そういうことか。かけてみてだったらば見ようと。はあ、西武新宿の甲子園が 2,30 だったんですよ。ずらー言って。多いねー。なぜみんなかけてたもん。今から帰るようなコールですよ。カエルコールってここから生まれてるんですね。俺カエルコール初めて聞いた。サラリーマン、まあ要するに奥さん子供がいるサラリーマンが仕事終わって近くの駅に着いて今から帰るよっていう。はあ。そうするともうちょうどもう帰ってきたらご飯だとかお風呂が沸いてたりっていう準備をするんですよ。へえ、なるほどね。このカエルコールと言ったんです。はあはあはあ、ね、いい旦那さんはこうやって常に今から帰るよっていうね。はあ。うん、まあそんなのもあったけど、まあその話はどうでもいいんだけど、なんだこうやって会うんだけど、まあこの相手が顔もわからないでしょ。まあそうそうです。でもちろんですけど、混雑してる中でようやっとゲットしたこの電話ですよ。うん、でも声でやっぱり判断するんですよ。まあだってそれしかないもん ね。私20何歳なんですっつっても、明らかにさ、ババアの声だったら、待てこれは、これ絶対嘘だろ、こいつやめとこうってスルー出たらもう終わりです。あ、もう一回入り直しになります。なるほど。いる間は1時間800円。仮に5分で出たらもう。800円でもいい。そうそうそう。あー、なるほどね。まあ、これがまず駆け出しだったんです。うん、僕はやってないです、これ。ほうほうほう。まあ、話を聞いた中で、こういうテレグラとこういうシステムだったんだよ。へー。じゃあ僕らが、まあそれこそ10代後半から20歳ぐらいの時代は、何だったのかっていう話。うん。これね。まあ、伝言ダイヤル。ツーショットダイヤル、まあこんなのが存在したんです。何それ。はい、電話の末尾、まあ頭です、うん、0990発信です。なんか一個多いなね、携帯090080でしょ、うん、0990という局番があったんですね。これがダイヤル Q2 という。ダイヤル9、あ、9が2個だから？ダイヤル Q2。 ほう。ね、まあ9はこの英語使うんだけど。そっちなんだ。Q2 です。なんだよ、92じゃないの、はい、これね、雑誌、まあ何でもそうですよ、エロ本でも何でもそうだけど、必ずいっぱい書いてありました、うん、0990発信。でもこのダイヤル Q2 というのは、別に出会い系とかそういうものだけじゃないんです。どういうこと？例えば、うん、競馬の予想チャンネルだとか、うん、パチンコの情報チャンネルだとか、うん、まあいっぱいあったんですよ、うんうん、その中に出会い系というのがあったんです、うん、で伝言ダイヤル、ツーショットダイヤルというのがありました、うんうん、でもこのダイヤル Q2 というのは、うん、まあ通常市内に電話をかける、市内というかまあ東京都に電話かけるときって3分10円です、うんうんうん、電話って3分10円なんですよ、はいはいはい、岡山もそうですか。岡山は3分10円さすがに覚えてねえけど、まあ、そんなもんないね、まあ、これが例えば北海道にかけると高くなっていくわけですよ。3分20円だったり30円だったり、ね、距離が違うからね。ダイヤル Q2 1分100円です。高えな、おい、何倍だよ。1分100円、それはぼったくってる。ちょっと10分1000円、えぐいね。すごいでしょ。やばいね、ちょっとね。だからツーショットダイヤル、じゃあ伝言ダイヤルとは何か、伝言は自分、まあ例えば翼くんが利用します、うん、岡山県に住む新田さん、まあ岡山だったらそんなもんないと思うんだけど、まあまあまあ、まあ、東京だとします、うん、あ、新宿とします、うん、新宿に住む新田翼30歳です、うんうん、ね、寂しい思いしてるんで誰か遊んでくれる人いませんか、まあ、こうやって伝言を残します、うん、それで切ります、うん、そうするとメッセージが溜まってくる。え、メッセージが溜まる。そうだから今度自分のそのなんていうの、パスワードを入れると伝言を5件お預かりしております。ほーほう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 。そうすると何歳の女性なんです、どこどこに住んでます、ぜひ会ってみたいです。へえ、あ、そういうね。これでまた今度この伝言を返す、伝言のキャッチボールをしていくんですね。へえ、面白いね。これが1分100円です。それも1分100円なんだ。だけどまあツーショットダイヤルというのもありました。これは何かというと、電話をかけるともう相手に直接つながるんです、うんうん、相手もダイヤル Q2 にかけてて、うん、この人と直でつながっても直で電話いきなりつながります、うん、のおしゃべりができます、はい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 、でも1分100円、うーん、高い。油断したら大変なものになる。すごいことになっちゃう、これ。だから私は伝言ダイヤルを使いました。まあそれはその方がいいだろうね、それね。伝言入れる時の感じで切れるから、まあ少なくとも100円で済むよね。まあまあまあ、また確認しても、はい。で、やってるうちに僕は攻略を思いつきました。攻略があんのこれ、うん、最初から電話番号入れちゃいます。最初か、あー、直で来いと。そう、なるほどね。
そうするとバンバンなります。いや、なるんだ、はい、すごい。そして待ち合わせをする。まあもう家電だったら余裕しゃくしゃくですよ。まあだって10分で30円、まあ、そこにたどり着くまでに私30万ぐらい使いましたけどね。めっちゃ使ってんな。案外でもパッと思いつかんもんね。実家暮らしの時もやってたんで、うん、めっちゃ怒られた。何これと。月の電話料金8万とかぶっこいてくるわけです。いやー、やばいですよ。まあ、ごまかしました。競馬の情報聞いちゃって。嘘つけー。まあ、でもそんな時もあった。まあまあね、まあ、それはすぐ怒られたと、うん。まあ、その後、ポイント制とかになるんだけどね。ポイントを買って、まあ、今で言う Google Play みたいなのを買ってきて、なるほど。あの何分無料みたいな、うんうん、そんなのもやったりとかするんだけど、うん、まあ、そうやって待ち合わせする。うん、はい、今だってそうですよね。結局、うん、まあ、婚活アプリだったら、うん、結婚を前提として、お会いして、うん、まあ、お付き合いして、っていうの、はい、まあ、で、出会い系だったら出会い系で、うん、まあ、ちょっとね、不謹慎かもしれないけど、おいくらですかみたいな。うん、まあ、まあ、そういうの、まあね、これは違法なんだけど、まあ、そんな感じになってるじゃないですか。はい、はい、我々の時代、うん、無料。無料なんだ、すごい。何が無料だか分かりますか？え、だってだからそのポイントとかが全部無料とかだよ。え、違うの？違います。え、どういうこと？あってから全て無料ですよ。あってから全て？ああ。どういうことかと言いますと、まあこの頃ってまだ携帯電話ありません。うん、そうだね。ね、家電なんですよ、うんうんうん、まあ一人暮らししてて電話を、うん、固定電話を置いている、うん、もしくは実家暮らしの女性だとか、うんうん、まあ、そんな感じでつながります、はい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 、今だったら携帯さえ持ってれば、うん、あれ暇だな、誰々ちゃんに LINE してみよう、うんうん、簡単にできます、うん、ね、当時はそういうことがない。へぇ。みんな寂しいんですね。まあそう、まあそうか。はあ、インターネットもありません、はあ。テレビを見るしか娯楽はない。簡単に繋がれないもんな、人と。はあ、寂しいんです。はあ、だからみんな欲してんです。へぇ。入れ食い。はぁ、あ、なるほどね。簡単です。あ、そう。そして、うん、まあ、違法なんだけど、うん、援助交際という言葉がありますね。ああ、聞いたことありますよ。これを作ったのは、我々の3つ4つ下ぐらいの女子高生なんですよ。へえ、そうなんだ。が、おじさんと遊んで、うん、お金をもらうというのが報道されたんですね、うん、ニュースとかでも。今こんなことになっちゃってると、うんうんうん、はいはいはい、いいのか日本みたいな、ね、うんうんうん、でも我々の時はそんな言葉はないです、うんうん、だから女性も男性と会ってどこまで行こうか、お金をもらうという感覚がない。ああ、お互いもそれだけだってことか。そう。はあ、なる、健全だね。そう。健全だねっていうのも変だけど、ほう。だからホテル代ぐらいはまあ持ってやろう。食事代ぐらいは持とうぐらいの男性のプライドとしてね。この程度ですよ。へえ、そうなんだ。どうですか？いや、まあだから僕はしたことねえけどさ、ただまあ。すごい時代でしょ。ね、そうなんだって感じですよね、これね。ね、はあ。なんか世知辛いでしょ？まあだってね、その辺立ってる方とかもさ。いますし、うん、まあちょっと何かしたら訴えられちゃうんですよ。まあそれはすぐに。まあ、今合意だ、非合意だってすごい話題ですから。問題になってるけど。うん、何もね。へぇこんな時代があるんですよ。まあでもそれが叱るべきな気もするけどね。ね、だから今一生懸命出会いで、もちろんですけど、はい、こんな時代は、うん、もう1年、2年で終わりました。あ、そうなの？その後どうなったかというと、みんなが知る桜が入ってくるんですね。ああ、もうビジネスに走っちゃうんです。なるほど。どんなに相手と電話がつながろうが何しようが全員バイトです。はいはいはい。待ち合わせしようが何しようが気やしません。なるほどね。電話だけさせてね。会う段階になるとちょっとはぐらかしたりとか、まあ、ツーショットの場合そうです。はいはいはい。で、伝言だと途中から連絡がなくなったりとか。なるほどね。もうこういう感じになりました。はいはいはい、はい、ね、またこの桜がすごい稼げた。あ、そうなんだ。もう僕の周りにもやってる子いたんだけど、月に50は硬かったですよ。わあ、すごいな、それ。このぐらいの時代。はあ、50はでかいな。ね、こうなっちゃうんだもん。ああ。で、だからもう、普通に会えなくなっちゃった。なるほどな。はあ。だけど、その、桜がない時代を知ってる我々からしてみると、ものすごい入れ食い状態だったんだよと。だから今の出会い系をやって、ね、桜相手とか業者相手に一生懸命やってる人たちってかわいそうだなってことは思うんですよ。まあその当時に比べりゃね、本当に簡単に会えました。だからまあ今後ね、まあちょっとこれが受ければ、はい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 、次どういう感じだったか、うん、どんな子が来たのかとか、うん、ちょっとこういう話を掘っていってね、なるほど。今だともうまあまあ出会い系だったらもうすれた子とかプロしか来ない、セミプロしか来ないですよ。うん、まあ、そうかもね。ね、まあ婚活アプリはどうか知らないけども、うんうんうん、でも当時は一般人、当時でいうパンピーが来るわけですね。当時やな。まあだからちょっとこういうのを、ね、なるほど。本当にその闇になっていく前の健全だったわずかな時代のお話をちょっともう一本もしあれだったらしてみようかなっていう、はい、まあ、こういうお話ですね。はい、どうもあざした。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。